のフラッシュが毎回エントリースタートの Z に当たってるんじゃん。それはそう、それは本当にそう。メスに全部気がいっちゃってね。忘れてたわ。そうね。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。前にいます。あ、どちら様ですか。あ、じゃあその鉄棒みたいなやつめっちゃかっこよくないですか。確かにかっこいい。似合ってる。くれるんですか。一個余ってるんであげます。やった、はい、ありがとう。またこのゴン忘れないんで。あ、そう本当ですか。うん、うん。悪さすんなよ。怖すぎない。怖すぎ。マジ。ちょっと待って。俺今なんか先生に説教された時思い出したけど、マジなんかゾクッとした。怖いわの。あれだね。すいません、すいません、すいません。どうした、どうした、どうした、どうしましたか。僕、うん、ゲーム始めたてで、はいはいはい、落とされて新次軍に入れられて無理やり労働させられてるんですよ。お前、シンジの被害者か。一度スタンミさんに硫黄を拾っ、今、シンジが寝てるんですけど、うん、もしよかったら、うん、一緒にシンジを倒す企てをしていただけないかなと思って、一番の被害者だとお伺いしたんです、スタンミさんが。間違いない。あのね、俺の家の周りに、地雷70個埋められたんだよ。僕がシンジさんの地雷にやられたところを、シンジさんが、あ、ついて JP さんに切り抜いていただいた、いただいたんですけど、それをシンジさんがリツイートしてて、まだ起きてる可能性があるんで、ありがとう、ありがとう。はい、では後ほどお伺いしますので。はい、またね、バイバイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。シンジ、シンジってあんな恨まれてんだ。そりゃそうだろ。殺して回ってるんだぞ、人を。あ、集合してますか。スタさんだ、スタさん。だいぶ結構集まってきてはいます。よかったよかった、よかったよかった。やっぱり俺、家の周りに、地雷70個もかれたんで、はい、許せないっす、普通に。やばすぎ。さすがにそれは許しておけないっすよね。ちなみになんですけど、朝起きた時に、ラストを開いて何されてたら一番被害大きいと思います、メンタル的に。それをやっぱり被害者の方にちょっとお聞きしたいなと思ってまして。あ、マジマジなやつ。ベッドの周りに地雷を大量に。うん、俺もちょっとベッドの周りに地雷、それでいきましょう。うん、俺もそれがいいかな。それ良くないですか。地雷の作り方ちょっと知らないんですけど、硫黄が必要っていうことだけは知ってるんで。地雷どうやって作るんですか。地雷どうやって作るんですか、スタさん。あ、なんで俺聞くんだよ、知らねえよ。なんで俺に聞くねん。これ俺たち集団、なんか弱くね、大丈夫。地雷すら作り方わかんないけど。いや、知識はでも。寝てる間にちょっとコソコソやっとこうかなと思って。すごい。こんなにやってました、うちのボス。こんな多くの方に迷惑かけてました。まだね、俺たちはね、あなたが、ちゃんと裏切ってるかっていうところも、はい、不審に感じてるんですよ。やっぱりあなたの家の物資から始めたい。そう、一回家入れてもらってもいいですか。そう、ちょっと、そこの信頼を、俺たちは欲しいから、やっぱり。そうっすよね、そうっすよね、それは。家、もちろんす、もちろんす、もちろんす。そうだね。じゃあちょっと、こちらの方に、すぐ近くなんで。はい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 。明智でやっぱり照明を。ちなみに家の周りにもしかしたら地雷あるかもしれないんで、そこだけ注意してもらいながら走ってもらうと。分かった。前走ってもらえれば。先行ってもらっていいですか。あ、了解です、了解です。マジで、マジで、マジで入れてくれんだ。本当に入れてる。マジで入れてくれんだ。物取るのは違うっすよね。物取るのは違うな。物取るのは違うな。取った人から、それはもう、この回から外れてるというか、無本でもそれはもう死刑ですよ。そりゃそうっす、そりゃそうっす、そりゃそうっす。問答無用の死刑ですから。そうっすよね、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 そうっすよね。一旦じゃあちょっと見といてもらっていいですか、皆さん。はい。これで、忠誠の証として。え、それだけとどめ刺さなきゃ。毎日フルパバロ配信会でやってるけど、ブリーチのフラッシュが毎回エントリースタートの Z に当たってるんじゃん。そ
それはおもろい。すみません。地雷多分現物がないと作れないっておっしゃってましたもんね。はい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 。地雷を誰かから買う形でいいんじゃないですか。はい、これ、これシンジの肉と骨なんですけど、はい、いります。泣き殻グダグダ信じその泣き殻ですよ。グダグダしてるな。みんなでみんなで出し合いましょうっていう話です。みんなで出し合いましょうっていう話です。今のそういう感じ。違う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 、なんでなんで今自分の手持ちがないんで皆さんにご協力いただきたいなって。それそんなやめましょう。重厚無やめましょうよ、やめましょうよ。違う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 、おかしいおかしいおかしいって。危ないな危ないな、違うな違うな違うな、おかしいなおかしいな。はい、ありがとうございます。いやいや、全然。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。いやめちゃくちゃ楽しかったっすね。ありがとうございます。ちょい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 、話し合いましょう、話し合いましょうよ。えなんで、よし、花江さん死んだ。え、なんで誰、花江さんやったの。仕事が終わった。フォルテさんでしょ、今の会話的に。全部赤と緑と黄、赤と緑と青を手に入れたけど、ラッキーであるな。あ、来てんな。ちょ、2、はい、2、あ、すみません、スタミさんとお話ししたいんですけれども、出てきてもらえませんかね。すいません、ちょっと名前だけ言ってもらっていいですか。こんばんは、メトです。メトちゃんか、声可愛いと思ったんだよ。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。すいません。あー、あ、さん、はい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 、さっきはお疲れ様でした。さあ、すいません。はい、本当にカードキー、カードキーだけは、カードキーだけはなんとか、カードキーだけはその通りです。お願いします、カードキーだけは。スタさんお願いします。もう自分あのカードキーがないとおそらくスイッチでは生きていけないんです。自分このパートナー取得するのにいろんな人にお世話になって、いろんな方のレイドをもらって、いろんな方に配信に引用リツイートしてもらって、いろんな方に配信に出演していただいて、やっと手にしたパートナーなんです。なるほどなるほどなるほど、それはそうだね。一つだけ言うこと聞いてほしくて、シンジさんがいいして、何でも誰が主犯なんだ、はい、誰が言い出したんだ、誰がこんなことをしたんだって言い出すと思うんで、その中から俺の名前を省いてほしいんですよね、はい、もちろんでございます。今求めてる資材があって、はい、提出完了、わかりました、だけちょっと多めにお願いしていいですか。それでも神様のご要望とあればもう何なりと。はい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 、本当に申し訳ございません。やっぱりなんかちょっとございますでしょうか。やっぱああいう、まあ言ってみれば反逆、はい、革命だったり起こそうっていう勇気は俺は本当に買ってるんで、あの身に余るお言葉です、身に余るお言葉でございます。痛い。ありがとうございます。俺はババちゃんの味方ですよ。他の人は味方じゃなくて、ありがとうございます。俺は唯一シンジさんよりも味方かもしれない、そういうことだけ覚えておいてください。ありがとうございます。はいはい、バロラントで一度真冬さんとデュオの時にマッチングした時もすごくチームをいい空気にしてくれてました。スタミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことがあったね。失礼いたします、失礼いたします、はい、ありがとうございました。失礼いたします、はい、失礼いたします。すごいな、3時20分だぜ。こっちとしてはね、あんな苦しんで、俺も苦しんでここまで来た人だからさ、気持ちがわかるのよ、気持ちがわかるのよ。まあ、提出燃料のルートは確保した、これで。おおスタさん、はいはい。なんか、明日デートらしいね。あ、明日デートなんだよ。お祝い持ってきたからさ。お祝いくれんの。うわお祝いデートの時に持ってくて喜ぶかな、やっぱり。うん、20代女性が喜ぶ1位プレゼント1位あったから持ってきた。なるほどね、ロケットランチャーだね、やっぱり。そうだね、
なんかいるな。全部行かれた。うわ来てる。誰だ。はいはいはい。それ持ってん。はい。ただ返してもらうにはやはり恩着せがましいだろうということで、こちら花の方を、花の方を、お連れいたしました。ありがとう。こちらで彼氏さんが初めましたよね。はじめまして。俺よりなんか親密そうに話すの違うな。俺より親密そうに。カルビさん、俺言いたいことあって、カルビさんに。違う違う、待って待って。カルビさん行くよ。先に俺に返したいものがあるの方が先じゃない？はい。話の順番が違う。好き好きす、ふわふわふ、お願いね。ま、夢だけど、夢じゃない。お願いね、マイメロディー。俺ずっと歌いたかったんだよ。違う、目がハートになってマイメロ歌ってるけど違くない？順序が全部違くない？違うよね。先に俺じゃない？先にこっちじゃない？ごめん。忘れてた。それはそうよ。カルビ、それはそう。それは本当にそう。忘れてた。メスに全部気がいっちゃってないわ。そうね、ちょっと待って、カオスすぎ。なんか墜落してない？なんか、何かが墜落してない？ちょっと待って、これ何？これ何？何？誰が死んだ？何？デカスくんじゃないの？カオスすぎ、怖いんだけど。おい、俺とカルビさん勝つ。でも、ババちゃん！あはは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 はおお落ちがついたサーバーがあはは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 超量すぎて。ああ夢だけど、夢じゃない。お願いね、マイメロディー。俺ずっと歌いたかったんだよ。違う、目がハートになってマイメロ歌ってるけど違くない？順序が全部違くない？違うよね。先に俺じゃない？先にこっちじゃない？ごめん、忘れてた。それはそうよ、カルビ、それはそう、それは本当にそう。忘れてた。別に全部気がいってないわ。そうね。夢だけど。おぉ！それは、リアルスクラップありがとう。自分の一日のバイトの、給料で払わせていただきました。一日ぐらい、スタンミさんには捧げられます。これ信用できますね。これは信用できるな。スタンミさん、これで自分のことを信用してはいただけないでしょうか。よろしくお願いします。いいだろう。信用しよう。明日のレイドに向けて準備をしよう。ありがとうございます。居場所を与えてくださって。よかった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 。ありがとうございます。あてあてあて。何今のと今のノート何？今のと初めて聞いた。まだ撃たれてないですかこれなんか。撃たれてる？今一瞬またパン。こんにちは。さっきの誰が一番悪いか考えたんですよ。こんにちは。はい。何の件について誰が一番悪いか。ちょっとまあ舞茸さんとスタミさんはただ楽しんだだけで、まあそれは家の中入れれたらパチりますよね。物も。まあちょっとパチなのがおかしいですよね。まあちょっとそれは申し訳なさあるんですよ。僕何もしないですよ。僕参加しないですよ。実は動けないまま治れそこに。じゃあ。ちょっとこいつの命で勘弁してくれませんかね、はい、今回の件は。先ほどすいませんでした、スタミさん。いやいや、そんな。じゃあ、パパーせっかく仲間になれたのに。
でも幸せそうな顔してるよ。幸せそうな顔してる。あとさ、どっかで早く寝ねえとさ、俺の土地さ、4時半なのにイベントが終わんで、早く寝ねえと一生ログアウトできる。スタさん、スタさんいますか。スタさん、一応擁護の一言もなかったことではある。正直みかじめ料払ってくれたなからの擁護の一言はゼロではあったっすよ。でも一応この死によって僕はもう晴れてこのスタミさんのチームに入れると、そういうことでよろしいですか。そうだよ、それでいいんだよ。曲がる曲がる。ここは即答でイエスしかない場面ではあるよ。スタさん、お前ここは即答でイエスはハイしかなくはありますよ。スタさん、4時半の声量じゃねえ。スタさん、スタさん、ちょっと今後仲良くしよう。舞茸先生もよろしくお願いします。これからこれあげます。仲間の印です。僕らがくじけた時はそれを引いて応援してください。ちょっとさすがに道で寝ると体が冷えてしまうかなというふうに思いまして、お家の中で寝かせていただくことは可能でしょうか。いや、ちょっとそれは厳しいですね。うんうんうん、それはきえ、すいません、一応チームっすよね。うん、チームなんだけど、我々、まあチームっすよね、チームっすよね。一旦チームってことは、はいはいはい、仲間割れですか。いや、仲間割れしてないんですよ。どうしました。あれ、おあれ、ちょっとあれあれあれ、ちょっと待ってリアルに、これアトム法律事務所から5000円取ってもらわなきゃいけなくなるな、これ。そうなるとゲマゲマに問い合わせて、これアトム法律事務所で5000円取りに行って、いやアトム法律事務所に5000円取り立ててもらわなきゃいけなくなるな、その場合は。その場合は話変わっちゃうな。リアルもね、関わっちゃってますからね、ここでは。ちょっと話変わっちゃうな。質問来てたってなってますよ。さすがにウェーダーさん、ちょっとそれはちょっと、ちもう意味わかんねえよ、ここ。なんでお前死んでんの。お前はなんで死によるの。この土地えぐい。俺も死んだよ。本当に。マジみんな死んだ。